いいやー夏ののジジコーデって考えるの難しいよなウェブで検索してみるとジャケット羽織ってたりだとかニットイ締めてたりだとか確かにかっこいいのは分かるんだけどさすがに夏には暑すぎるんだよなしかも結構おしゃれなスタイルも多くてそれはそれでいいんだけどもちょっと職場では浮いちゃうかなって思ったりするしなかなかリアルなスタイル見つけるのが難しいんだよな誰か実用的で簡単に再現できるような夏のビジカジコーデ教えてくれる人っていないのかなと思っている皆さんこんにちはスタイリストの柊仁 今回の動画なんですが大人の真夏のビジカジコーデはこの3つだけあればいいというテーマでお届けをしたいなと思っています、まあ、冒頭にもお伝えした通りですね結構ウェブ上で検索をするとですねジャケットをちょっと軽く羽織ってるスタイルだとかニットタイ使ってたりだとかあとは結構おしゃれな感じのでビ、ね、ジカジコーデが載ってたりするわけなんですがまあなかなかですねリアルに考えるとそういったスタイリングって皆さんの職場でですね実践するのが難しかったりするかなと思うんですねもちろん職種にもよるかなとは思うんですが なかなかベーシックでリアルに使いやすいコーディネートというのがウェブの中ではあまり多くなかったですので、まあ、今回の動画の中ではしっかりと使いやすいですね真夏のビジネスカジュアルスタイルをですね皆さんにご紹介をしていきたいなと思っています、まあ、確かにジャケットとかをですね真夏も羽織った方が断然様になるんですよ夏の軽装というのはなかなかですね素敵に見えづらいというところがあるのでジャケットも着たくなるしニットイとか締めたくなる気持ちは僕もすごくよくわかるんですがそういったおしゃれなビジネスカジュアルスタイル 短いコーデに関しては他のチャンネルだとか他のウェブメディアにお任せしまして僕のチャンネルではですねリアルに再現しやすいスタイルをですね皆さんに3つご紹介をしていきたいなと思っていますオッケースタイリングだけではなかなか分かりづらいかなと思うので恒例のですねあの方をゲストにお迎えしながらですねちょっとこのスタイリングはやりすぎですよという注意例もですねお見せしたいなと思いますのでそのあたりも含めてエンタメ感覚でですね楽しんでいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべく分かりやすい 解説をしていますので良かったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう 皆さんこんにちは、キザヤマシュンです。今日もですね、キザヤマの夏のビジカジコーデを皆様にお届けさせていただきたいと思っています。キザヤマのですね、シャツに関しては、半袖は着ません。なぜなら、半袖よりも長袖の方が体のラインが綺麗に映るからです。ですので、今日はですね、キザヤマ、シャツを着ているんですが、ストライプをベースとしながらも、襟元は白くなっていて、ちょっとですね、この遊びが効いたこういった襟元、私は大好きなので、こういったものを着用しています。襟に関しては、デュエ・ポットニ。イタリア したような襟高のボタンが2つついているですねこういった襟型私にとっては最もですね信頼しているシャツの襟型になりますそしてですね第1ボタンを開けるだけでは飽き足らず第2ボタンも開けてですね、えー、軽快にイタリア男を目指しながらですねコーディネートを組んでおりますシャツの袖なんですがやはりですね腕まくりスタイルですねストライプ地なんですが内側にはですねこういった水玉のドットのですね生地が貼られているためこの腕を巻くた時ですねちょっと見えるのが可愛らしいんですね そして腕元バングルですね。仕事の中でもですね、こういったアクセサリーは欠かせないということで、今回はこちらを仕込んでおります。そしてボトムスに関しては、ブラックの細めですね。これが私にとって最も定番的な1本で、夏でもこちらをですね、愛用しています。体のラインをピシッときれいに見せてくれるような、こちらのパンツは私にとってはなくてはならないアイテムです。そして足元はですね、ローファー。まあこれはもう全男性が持つべきマストアイテムかなと思うんですが、もちろん、裸足にソックス履かずにローファー。 石田淳一先生のスタイルをそのまま継承する形で私も行っております。まあ、このような形で私はビジネスカジュアルコーディネートを楽しんでいますが、よかったら皆様も参考にしていただければ幸いです。ということで、え茶番はこの辺りにしましてですね、ちょっと解説をしていきたいなと思うんですが、まあ、今回これ NG コーデなので、ぜひ皆さんくれぐれもですね、お間違いのないようにしていただきたいなと思います。まあ、良い点もいくつかあるんですね。まずはですね、自信たっぷりでですね、自分のスタイルを楽しんでいるというところ、これ木沢山さんの素晴らしいところだなと思うんですね。 ただですね長袖シャツも悪くないと思うんですよ今回ご紹介するスタイリングの中でも3つ目には長袖シャツ使いたいなと思っているんですけどもちょっとこのシャツがですねやっぱりこうもりもりかなっていう感じがするんですねストライプの感じは僕すごくいいと思うんですが、まあ、ボタンの色がこういった本体とは違ったようなブラックですねこれもちょっとこう一体感がなくてちょっと悪目立ちしてしまうのとチャラく見えるというところですねあとはこの内側パイピングがついてたりだとかこのシャツも持ってますねデュエボットにも数年前に流行ってですね 結構クールビズで使ってる方多かったんですがなかなかですねこういったシャツっていうのはおしゃれに見えることがないんですねおしゃれ風には見えるんだけどおしゃれではないというところでちょっとこうビジネスカジュアルにおいては気を照らいすぎてる感じがするかなと思いますあとですね第2ボタン開けちゃうっていうのもですねこれ賛否両論が日本国内ではあるんですよね、まあ、イタリア人の男性だったら僕はいいと思うんですよちゃんとこう色気があってユーモアがあってそれがこう様になるっていうのが、まあ、イタリア人のですね第2ボタン開けかなと思うんですがそれを日本人 がやって様になるかというとうまくはまる人もいるんですが多くの男性にとってはなんかチャラく見えてしまったりだとか男性の肌見せっていうのは女性から見た時にいやーセクシーだわーっていう感じにはちょっと日本国内ではなりづらいんですねなので第二ボタン開けっていうのはちょっと危険かなと思います腕まくった時のですねこういったドット柄とかも結構危険なのでこういったシャツはちょっとよしておいた方がいいんじゃないのかなと思いますまあボトムスイカじゃね意外といいんですよねブラックのこういった細めのパンツということで悪くはないですがちょっと重たい感じが しますねでベルトはですねメッシュベルトってことで悪くないなと思うんですねこれはちょっと私物のちゃんとしたやつなんですけどちょっとこういったね小技を聞かせてみたりだとかやりすぎなのでこういった音はしなくていいかなと思いますねあとは素足にローファーもですねこれまたおしゃれではあるんですけどもちょっとこう職場でやるとですねあの人石田純一さん感強いなっていうのがですね結構言われてしまう可能性があるので、まあ、ソックスは履いた方がいいのかなと思うので、まあ、1つの NG コーデ例として出させていただきましたがこれをですねもうちょっと再現性高いよう なビジカジコーデに変えていきたいなと思うので、早速着替えてみたいと思います。それでは早速いってみましょう。 よいしょということで実際に着替えてみましたがいかがでしょうか先ほどのキザヤマさんのスタイルがですねかなりエッジが効いてるので結構シンプルに見えすぎるぐらいかなと思うんですが一般的な夏の美ジ勝ちコーデであればこれぐらいがですねやっぱり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います一つ目はですねまず夏場に一番欠かせないですね半袖シャツを使ったコーディネートから皆さんにご紹介をしたいなと思います、まあ、先ほどキザヤマさんは長袖シャツを着ていましたがもちろんですね長袖シャツの腕まくりは僕はですね いいと思うんですねむしろそっちの方が個人的には好きなんですが今年の夏もめちゃくちゃ暑いかなと思うので半袖シャツは欠かせないアイテムかなと思いますそこで今回ですね自腹でもちろん買ったのはですねこちら鎌倉シャツのですね半袖シャツなんですねまあ半袖シャツって本当にいろんなブランドからさまざまなものが出てますが結構街で見かけるものといったら白のですね半袖シャツですね襟はレギュラーカラーで本当に普通の感じのものを着てる方が多いんですがそれだとちょっとシンプルになりすぎて なかなかな素敵に見せるのが難しいんですねなので柄としてはですねストライプのものを選んでいますストライプの中でも線が細いようなものではなくて程よく太さのあるようなものですねホワイトとブルーの2色で構成されてるんですがやや太めのストライプでも1枚できた時にですね程よいインパクトになるので個人的にはバランスがいいんじゃないのかなと思っていますでサイズ感に関してはジャストサイズですね身長 164cm53kg で僕はですね今 S サイズを着ています ですががビジジネススウェアに関してはジャストサイズが一番いいかなと思うので、まあ、これぐらいのですねサイズ感が理想的かなと思いますいわゆるですね家事はできるハンセルシャツだとこの腕の関節より長くなってくるんですがやっぱりこうビジカ状のシャツとしてはしっかりとこうフィット感があってやや短めの方が様になりやすいかなと思うんですね身幅もフィット感がありますしなかなかバランスがいいかなと思いますで襟元なんですが木山さんはですねボタンダウンのデュエ・ボットーニというやつ着てましたけどもこちらはですね、まあ、ワイドカラーみたいな形で第一番 ボタンを開けた時の襟の襟広ががりですねとても綺麗な雰囲気になってるんですねちょっとこうイタリアっぽいシャツではあるんですが木を照らったようなところが全くないので個人的にはこういったシャツがいいんじゃないのかなと思います、まあ、ワイドカラーもいいんですけどボタンダウンシャツですねこの辺りは結構好きな方が多いかなと思うんですが個人的にはワイドカラーの方が好きなんですねこれは好みの問題なんですがアメカジ世代ですね40代後半から50代以降の方ってボタンダウンシャツをすごく愛用してるイメージが強いのでちょっとこうおじさんっぽく見える可能性 もあるのでワイドカラーとかそういったやり方の方がちょっとシャープな雰囲気は出しやすいのかなと思っていますそしてボトムスに関してはこれですねキザ山さんはブラック履いてましたが僕はですねネイビーを履いています実はこれはですね以前も使った GU のものなんですねまあよくできていてシルエットも綺麗なんですね S サイズを履いていますがすごく細身で生地の質感もすごくいいんですね、まあ、ダークネイビーなので遠くから見るとですねほぼブラックに見えるようなシャープさはあるんですがブラックに比べると 感漂うようよなブルー感もしっかりと漂うのでまあ僕はこれがバランスがいいなと思っています、まあ、ストライプの柄自体がブルーを使っているのでそれと連携させるような形で明るめのブルーと濃いめのブルーという形で構成をしていますそして足元はですねキザヤモさんが履いていたローファー全く同じものを履いていますブラックのですねレザーのコインローファーですねこういったものがやっぱりこうビジネスカジュアルだとかクールビズには必要なアイテムかなと思ってまして普通のこうストレートチップの靴だとちょっと重たすぎるので こういいいいいいっった紐ががててなななローーファーなんんかかで使ってあげるととすすごくバランスがいいかなと思いますもちろん靴下は空い、てますはいこれはあった方がいいかなと思うので、靴下は着用しています。で、ベルトに関してもですね、革小物はブラックで統一してあげるといいかなと思うので、やや最近のベルトって細めのものが流行ってたりするんですけども、そのトレンドをうまく入れながら、2 5ミリぐらいのですね、レザーベルトを使っています。まあ、それに対して、まあ、レザーのトートバッグぐらいで僕はちょうどいいかなと思うんですね。こういった形で、ブリーフケースではなくて、少しカジュアル感のある バッグを持ちながらビジカジコーデを作っていただければまず間違いがないかなと思うので反省コーデの一つの参考にしていただければなと思っています。 はいということで続いて2つ目のコーディネートなんですが今度はポロシャツを使ったコーデを組んでみましたがいかがでしょうか半袖のシャツもですねやっぱり便利なんですがそれよりももうちょっとカジュアルなポロシャツを使ったコーデも最近はですね増えたかなと思っています街でも結構多くの方が着ているのでぜひ、まあ、皆さんもトライしていただきたいんですがやっぱりちょっと難しさがあるんですよねポロシャツイコールおじさんっぽいというイメージもあるので白だとかライトグレーだとか明るめのですねポロシャツだとちょっとこう様にならないところもあるので 今回はですねネイビーのポロシャツを着てみましたこちらは今季のですねアーバンリサーチドアーズのオリジナルのものなんですが、まあ、デザイン自体はベーシックで使いやすいようなそういった1枚になっていますサイズ感で言ってもですね普段僕がご紹介しているようなカジュアルなポロシャツとはちょっと違うので袖の長さも関節よりもちょっと短めですし袖幅もですねタイトめになってますよねちょっとこれはカジュアル着にするとややベーシックすぎるかなという感じもしますが、まあ、ビジネスウェアという形で着るのであればこれぐらいのサイズ感がまさにベスト かなと思っていますデザインはシンプルなんですが襟型がちょっと変わっていましてカッタウェイという形なんですね先ほどのハンデシャツはワイドカラーで第一ボタンを開けた時の襟の広がりすごく綺麗でしたがこちらのカッターウェイはさらに深めになっていましてこれまたですね襟の広がりがとても綺麗な形になっているんですねイタリア系のですねシャツだとかポロシャツではこういったものって結構多かったりするんですが、まあ、ギローバーだとかこの辺りのポロシャツはかなり名作なんですね、まあ、その辺りのり雰囲気と結構近しい感じでビジネスシーンにも 使えるこちらのですすねポロシャツはなかななかかか便利かなと思います今回色はですね清潔感もあってなおかつシャキッとシャープにも見せてくれるネイビーを選びましたこれはもう鉄板で使いやすいようなポロシャツかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもですねチェックをしていただきたいなと思います、まあ、それに対して今回はですねグレー系のスラックスを合わせてみましたネイビーとグレーというのはビジネスシーンにおいてはもう安心感のある鉄板の色合わせなんですねネイビーのブレザーにグレーのスラックスみたいなそういったところでの安心感があるので今回はネイビー 今履いてるのはですねシルエットが美しいユニクロの感動パンツですねこれも大名作なのでボトムスに関しては僕はですねユニクロとか GU である程度揃えてしまって問題がないかなと思うんですねそこまで視界には入らないですしシルエットも綺麗で素材感もいいので僕はユニクロ GU で十分かなと思っています一方で上半身のアイテムに関してはある程度投資をした方が良くてユニクロとかのポロシャツも悪くはないんだけどももうちょっと雰囲気のあるものを選んだ方がいいかなと思ます 思うのでまあこういったですねセレオリだとかまあ鎌倉シャツとかスーツカンパニーだとかそのあたりの専門のブランドもいいかなと思うので上半身はですね投資をした方がいいんじゃないのかなと思っています今ダークグレーのスラックスを履いていますが個人的にはこれぐらいシャープな色合いの方が好きですがもうちょっと明るめのグレーで色の差をつけてあげるのもバランスがいいかなと思いますちなみにこのポロシャツのですね裾なんですがこれタックインするかどうか問題っていうのがあるんですけどやっぱりタックインするとですねおじさんっぽさが出ちゃうんですよねスタイリッシュに見せられる 方もいらっしゃるんですが結構難しかったりするのでちゃんと体にフィットしているようなポロシャツであれば裾も長すぎないので出してきた方が大人の男性にはいいんじゃないのかなと思っていますで、足元はですね先ほどと同じくブラックのローファーを合わせていますがこれに関してはビジネスっぽさを出すためにあえて履いてるんですけども隣にあるようなこういったブラック系のレザースニーカーですねこちらで合わせても全く問題はありませんそれは皆さんの職場のドレスコードに合わせて選んでいただければなと思うんですが個人的にはちょっとスニーカー合わせ とと私服っぽくななるかいいうこでで今回はすすねレザーーーのローファーを合わせていますやっぱりこのようなブラックのコインローファーというのはもう鉄板アイテムでどんなスタイルにも合うので一足は持っていただきたいだと思っていますということで2つ目のコーデはですねポロシャツを使ったコーデでしたこれも結構簡単なのでぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています はい続いてラスト3点目の着こなしなんですが一番最初にご紹介したキザヤマさんのスタイルと同じようにですね長袖のシャツ腕まくりバージョンということで皆さんにご紹介できればなと思っています先ほどまでですね半袖のシャツと半袖のポルシャツのコーデが続いたので、まあ、今回はですねちょっと厚くはあるんですが長袖シャツ腕まくりスタイルで最後は締めたいなと思います個人的にはこのスタイリングが一番好きなんですね厚くはあるんだけどもやっぱりですね たた方が断然綺麗めに見えたりだとか全体のバランスとしては僕はハマりやすいかなということで腕まくりスタイルが個人的には好きなんですねこれはですね夏場でも一定のおしゃれさをですね重視したいという方とか夏の中でもちょっとこう雨が降ったりだとか曇りでそんなに気温が上がらない時にはですね是非皆さんもバリエーションの一つに加えてあげるといいんじゃないのかなと思っていますで今回メインとして着てるシャツなんですがこれも最近ですねこの撮影のためだけに購入したんですがユニバーサルランゲージのですねシャツになって っています、まあ、相変わらず襟型に関しては僕はですねボタンダウンあんまり着ないので、まあ、第1ボタンを開けた時の襟の広がりが綺麗なワイドカラーぐらいですねこういったものを合わせていますで色合いなんですがこちらブルーベースなんですけどもちょっとグレーが混ざったような曖昧な色合いでいわゆるこうザ定番的なブルーシャツというところではないのがですねかえってシャレ感があっていいなと思ってこちらを選びました素材にはですねコットンと2連を使っていましてちょっとこう適度なシャリ感があったりするんですが一応ノンアイロン シリーズなので洗った後もですねそんなにこうシワシワにならないので日頃のケアもしやすいようなそんなシャツになってるんですねで色もですねペタッとした単色ではなくて混じり感があるような感じになっているのでこのあたりもですね1枚で着ても退屈に感じられないのでなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います喜木、まあ、山さんが着てたようなストライプ柄すごくいいかなと思うので今回ご紹介した正解コーデの1つ目ですね半袖のストライプシャツあったかなと思うんですがああいった柄の長袖バージョンなんかでも全く問題ないのでその後 このりはお好みに応じて選んでいただければなと思っていますキズヤマさんのようにですね第2ボタンまで開けるのじゃなくて第1ボタンまで開ければ十分ですねこれ2つまで開けちゃうとちょっとですねセクシーすぎてしまうのでまあ、これぐらいのスタイリングでいいんじゃないのかなと思いますボトムスに関しては一番最初のコーデと同じです GU のですねネイビーのスラックスを合わせてみましたまあ、色を関連付けるというところを意識してましてシャツがですねブルー系なのでその色を濃くしたようなネイビーというのは収まりがいいので一応グラデーションみたいな形 で、組んででいますで小物に関しても同じですね。ブラックのレザーのベルトに対して、先ほどからずっと履いてるですね、ブラックのローファー。これ一足あればいいぐらいですね、鉄板なので、まだ持ってない方、ぜひ一足は買っていただきたいなと思います、まあ。ベルトに関してもそうですね、まあ本当にこう、スーツに合わせるような、ど定番のベルトではなくて、少しですね、レザーベルトの中でもバックルの雰囲気が、ちょっとコンパクトなものにするだとか、ややカジュアル感が出るようなものにしてみるだけでも、だいぶ雰囲気は変わるかなと思います。レザーのメッシュ ベルトぜひで,いいで,、まあ、ですねそういったものを1つ揃えておけば結構ビチカチコーデにはバチッとはまるので皆さんもぜひ揃えていただきたいなと思っていますシンプルなスタイリングではあるんですが木を照らわずに普通に職場にも馴染むんですけどもバランスが取れてるようなスタイリングかなと思うので結構再現しやすいかなと思いますぜひ皆さんもですねこういったスタイリングをトライしていただければなと思っています はいということでいかがでしたでしょうか今回の動画では大人の夏の美ジカ事故ではこの3つだけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました、まあ、どれもですね僕の中ではめちゃくちゃおしゃれなわけではないけど鉄板で使いやすいコーディネートかなと思うんですね、まあ、冒頭にもお伝えした通りできればこうジャケットとか羽織りたくもなりますし半袖シャツにニットタイみたいなスタイルもですねこう見栄えで言うとかっこいいんですが、まあ、いざですね職場でできるかというとなかなかリアリティはないかなと思うのでちょっとシンプルで ではあるんですがリアルに使いやすいスタイリングを皆さんにご提案をさせていただきましたそれにしても木ザヤさんは相変わらずバチバチに決め込んでいましたがまああいったスタイリングもですね否定するわけではないんですね木ザヤさんはあればあれでめちゃくちゃ楽しんでいるので僕はいいかなと思うんですがよくわからずになんとなく決めすぎになっちゃってる人もいるかなと思うので一つを参考例として NG と OK をですね比べながら皆さんにとって心地のいいスタイリングをですね楽しんでいただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っているんですが普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまた通向けの専門ブランドに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナル動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信をやっていまして皆さんの質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間 がない方のためにオンラインサロンっていうものもやっています。こちらはですね。動画じゃなくて、写真と文章でおすすめのアイテムですとか、僕自身がリアルに買ったものをですね。毎日皆さんに投稿してお知らせをしています。僕も記事を書いていますし、僕以外の専門家やスタイリストも記事を書いてくれています。また、参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができて、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。